警察総局はトルコの法執行を担う警察機関である。トルコの国家警察は以下の組織から成り立っている。各県においては国家警察は内務省の管理である任命制の県知事及び軍知事の指揮下にある。これらの警察管理者は都市部及び軍部の治安維持に責任を持つ。警察は 民政機構の下で運営されており、政府の指揮と管理の下に任務を遂行する。自治体の主張は、執行を監督する。全体として、トルコの国家警察は、地理的に言うと、市の領域内を管轄地域としている。警察の任務と権限に関する法律によると、警察の任務は以下の通り。国家警察はまた、国家安定の保護と憲法秩序の維持など、 政治的任務も与えられている。バイク隊よく知られる警察の部隊には以下のものがある。警察官は全員ネイビーブルーの制服と性棒を着用している。パトロールカーは特有の白と青の塗装が施されており、サイドドアやボンネットにポリスと書かれている。警部以上警視以下は肩に階級に応じた個数の銀の星の階級章をつける。これより、 上野上級幹部の階級賞は金の星である。トルコの国家警察の教育訓練は2種類ある。一つは初任者研修で警察総局直属の教育部によって行われる。他方は養成教育で警察大学校によって行われる。警察大学校は5つの教育課程からなる。アンカラとブルサには警察学校も 警察総局の直属で運営されている他特区や犯罪調査研究センターといった専門的な研修を行う他の教育機関もある。ありがとうございます。